この動画では手術1日の流れについてご説明します。手術前の注意事項。来院されましたら時間が来るまでお待ちください。スタッフがご案内いたします。1日に数件手術を行うため、来院されてからお待ちいただく可能性がございますが、ご了承ください。お化粧はすべて落としてください。ネイル、まつげエクステはすべて外してください。コンタクトレンズ、アクセサリー類は外してください。抗血栓薬、ピルを内服中の方は事前にお申し付けください。手術の前後2週間はワクチン接種をお控えください。全身麻酔の準備について。手術の時間が近づいてまいりましたら、麻酔科医より麻酔のご説明をさせていただきます。その後、病院に着替えていただき、手術室へご案内いたします。全身麻酔の注意事項。全身麻酔の場合、お食事は手術前日の21時まで可能です。当日の朝6時までは水のみ摂取可能です。また、術後の食事は胃に刺激の少ないものからお召し上がりください。局所麻酔の準備について。手術を局所麻酔で行う場合は、お越しいただいた服装のまま行わせていただきます。手術は静脈麻酔と吸入麻酔を使用して、できるだけ痛みが少ない状態で手術を行います。麻酔を使用することにより、手術中の痛みや不安をできるだけ取り除くように心がけています。もし痛みがありましたら、ご遠慮なく医師・看護師にお伝えください。麻酔薬を追加します。手術終了後は、ご気分が悪いなど体調の変化がなければ、そのままお帰りいただくことが可能です。手術後の注意事項。手術後は麻酔薬の影響でふらつきや吐き気、嘔吐が起こる場合があります。薬剤の影響で視界がぼやけたり二重に見えたりすることがありますが、ほとんどの場合、翌日には改善します。術後は腫れや内出血を伴います。腫れは術後2週間で8割程度、内出血は3週間ほどで改善していきます。帰宅時の注意事項。お一人の場合、電車やバスなどでの帰宅は転倒の危険性があるためお控えいただいております。必ずタクシーまたは付き添いの方とご一緒にご帰宅いただきますようお願い申し上げます。手術当日と翌日は患部を冷やすよう努めていただくことで、腫れや痛みの緩和につながります。帰宅後はなるべく安静にお過ごしください。手術翌日から眼帯を外していただき、洗眼・洗髪が可能ですので、患部を清潔に保つようにしてください。眼帯を外してからは1週間、傷口に軟膏を塗っていただきます。そのため、患部以外にはお化粧をしていただいて構いませんが、患部へのお化粧はできません。コンタクトレンズは1週間後からご使用いただけます。術後診察について。当院では術後の通院回数をできるだけ減らすことで、患者様の通院負担の軽減に取り組んでいます。手術後の診察は2週間以内に行います。その後は1ヶ月から3ヶ月、場合によっては
6ヶ月目の診察で終了となります。手術後の再診は通常何も問題なければ2回から3回のみです。この他にも何かご不明点や気になることがございましたら、お気軽に医師、スタッフまでお問い合わせください。